ってるじゃないですか、皆さん。どうもクリアコードのストーと言います。よろしくお願いします。今日はアパッチャローというのを使って Ruby で高速にデータ処理できるよっていうのを紹介していきたいと思います。楽しみですね。私はですね、社長 Ruby コミッターの一人で、私はクリアコードという会社の社長をやってます。で、Ruby 会議はまあ結構長いこと、初期の頃から毎年スポンサーやってて、今年もスポンサーで応援してます。で、それ以外にもやってることがあってですね、今日話題に挙げるアパッチャローってやつのプロジェクト管理委員会のチェアっていうのも今年はやってます。まあ、Ruby で言えば松本さんみたいなポジションに今いるっていうことですね。わかります？すごさが伝わりますか？はい。という感じです。で、まあ、松本さんはコード書かないですけども、私はちゃんとコミットしてて、今、トータルのコミットすれば2位なんで、ちゃんとコードも書きつつ、チェアもやってるっていう感じです。で、まあ、そんな Ruby もアローも得意な私が今日はそういう、そのあたりの話をします。で、まあ、私がなぜ、Ruby とアローをやってるかっていうと、まあ、Ruby をデータ処理の文脈でも使えるような言語にしていきたいというふうに思ってるからですね。で、まあ、今、Web の分野で Ruby 使われることが多いですけれども、今後データ処理するっていうタスクも重要なタスクになってくるはずなので、まあ、その時に Ruby も選択肢に入るような、そういうのを目指して、もう、かれこれ5、6年続けてやってます。で、現状、Ruby のデータ処理の文脈の状況なんですけども、あまり良くありません。っていうのは、まあ、今、出ました。はい。まあ、Ruby データ処理で使われることが少ないので、そもそもユーザーが少ないんですね。で、ユーザー少ないとやっぱりそこら辺に集まる人たちも少ないので、その中から開発者が出てくる数も少ないと。で、そうすると、やっぱツールも増えない。となるとやっぱりユーザーも増えないみたいな、なかなか大きく発展するみたいなループ、スパイラルっていうのにはなってないというのが現状です。まあ、これをどうにか打開したいと思っております。A で言えばこの下側の、たくさんツールがあってユーザー増えてみたいな、そういうふうなループに回していきたいなと思ってるんですね。で、どうすればいいかと。どうすればその負から正にいけるのかっていうのを考えて、私が今やろうとしていることは、まあ、少ない開発者、現状の少ない開発者で、たくさん便利なツールを作れば、まあ、こっちの下のループの方に行けるのではないかというのを考えています。じゃあどうやってやるのと、そこでアパッチアローなんですよ。はい。で、アパッチアローっていうのを、まあ、皆さん聞いたことあったりなかったりぐらいのレベルだと思うんですけれども、まあ、そのデータ処理に関わるオンメモリーでデータ、大きなデータを扱うっていうのをたくさんいろんな便利なツールを提供するような、まあそういうプラットフォームを目指しているやつなんですね。で、その中で私が一番注目しているところがクロスラングエージというところですね。その特定のプログラミング言語に依存せずに、まあたくさんの言語、できれば全部の言語でも、その利益をみんなで共有するっていうのを目指しているところが私がアパッチアローに注目したところです。で、これがなぜいいのかと、私がなぜ注目しているのかというとですね、まあ、現状さっき説明した通り、まあ、Ruby 界隈でデータ処理取り組んでる人たち少ないし、使ってる人も少ないと。ですけど、このアパッチアローの人たちは、Ruby も含めていろんな言語で動くようにっていうのを目指しているので、この人たちと協力すれば、そのデータ処理に関わるいろんな共通で使えるような基盤を一緒に作っていけるのではないかと思うわけですね。で、そうすると、まあ、Ruby 界隈にデータ処理を扱う人たちがそんないなくても、他の言語の人たちと協力することで、いいツールとかを開発していけるのではないかと、そこら辺を狙ってます。なので、まあ、この上のループから下のループに行くために、このアパッチアローっていうのを使っていくぞっていうのが私のアプローチですね。で、まあ今日この話を聞いた後に、一通り聞いた後に、皆さんにはこうなってほしいという希望を今のうちから伝えておくので、まあそれを思いながら今日の話を聞いて、じゃあ、従ってやるかみたいな気持ちになってください。で、まあ二つあって、まあ、まずはユーザーとして使ってみるかと。データ処理 Ruby でちょっとやってみるかっていうふうになる人が出たらいいなと思ってます。で、さらに言うと、まあ、データ処理いろんなやり方があるんですけど、いろんなタスクあるんですけども、BI ツール、ビジネスインテリジェントツールみたいなのを作るか、Ruby で作るかっていう人が出るといいんじゃないかなっていうのが
あります。これなぜかというとですね、その現状ウェブアプリは Ruby が得意な分野ですね。で、BI ツールってやっぱ Web の UI があるのが多いので、まあ、そこら辺は Ruby が得意な分野ですと。で、それとまだあまり得意じゃないデータ処理っていう文脈がこう一緒にできるところだと、まあ、Ruby の強みも生かしつつ、まだ弱い部分もちょっとそう補いつつっていうのができるのではないかなと思うので、まあ、今日この話を聞いた人たちの中で Ruby でデータ処理してみようとか BI ツール作ってみようっていう人が出てくるといいと思ってます。あるいはその使う側じゃなくてツールを作る側にも入ってくれるというのもやっぱ嬉しいので、まあ、そこの受け皿としてレッドデータツールスプロジェクトっていうのをやってるんですね。まあ、これは Ruby 用のデータ処理ツールいろいろ作るためのプロジェクトなんですけど、まあ、そこに参加するぞっていう人が増えても私は今日ここで話してよかったなって思います。なので皆さんは私を喜ばせてください。で、このスライド最後に出てくるんで、もう一回皆さんにこう問いかけますからね、ちゃんと心して聞いてくださいよ。で、本題に入るんですけども、まあ、今日はそのアパッチアローと Ruby 使って高速にデータをこう処理するっていうのと交換するっていうのの2つこう特に注目して話します。で、まずはその処理するっていう方から話します。で、 Ruby はその JIT とかで早くなるんですけども、ちょっとここの文脈で言ってるデータ処理を早くやるっていうのにはちょっとそのなんですかね、ギャップがあるんですよ。ここで言ってるデータ処理ってこのたくさんのデータを高速に処理するっていうようなやつなんで、YGIT で速くなるレベルよりもっとこう10倍100倍とか、まあ、そこら辺のオーダーでやっぱ必要になるやつなんですね。で、村健君の昨日の例でなんかこうジュリアでガッと速くなったとか、まあ、そのくらいだったら影響あるレベルなんですけども、なので、まあ、Ruby 本体速くなるっていうのも もちろんやるんですけども、それじゃないアプローチもやっぱ必要になってくると。で、主にそれをやるためのアプローチとしては2種類あって、まあ、外部のプロセスを活用して実現する方法と、まあ、Ruby 内で同じプロセス内でどうにかしてやるっていう方法があります。で、まずは外部のプロセスをやる使うアプローチを説明します。で、これ結構今の Ruby の使い方とも似ている使い方ですね。で、ウェブアプリ、作る場合とかだとそのデータベースにいろいろデータ入れてたくさんのデータあっても高速に処理するっていう使い方してると思いますけれども、まあ、そういうようなのと似たアプローチですね。で、ウェブアプリだと、大体その1件ごとのデータ更新するとかで扱うと思いますけども、ここでデータ処理で扱いたいデータはもっと大きなデータ、大量のデータなので、ちょっとその場合だと、その Rails とかで使っているのとは違った問題が発生します。で、それはどういうこと、どこら辺かというと、たくさんの結果をそのデータベースから返してもらってくるところの前処理と後処理、まあ、ここではシリアライズ、デシリアライズって言ってますけど、まあ、そこら辺の処理が重くなってボトルネックになってしまいます。で、まあ、それをどう解決するかなんですけども、それがアパッチアローなんですよ。で、どう速くなるかは説明しないんですね、今日は。説明しないので、もうすでに話したやつがあるので、まあ、ここら辺興味あれば見てください。で、ここで今日は皆さんは信じてください、早いんです。アパッチアローフォーマットは早いんです。なので、まあ今日ここで早いっていう前提でこの話を進めていきます。で、その速さを生かしたその通信プロトコル、通信の仕方みたいなのをアパッチアローのプロジェクトで作ってます、今。で、その一つがフライト SQL ってやつなんですけども、これはその SQL を使ってたくさんのデータ扱うときにそのアパッチアローの速さを生かして高速に処理するっていう、通信や、データやり取りするっていうところに特化したやつです。で、これを Ruby で動くようにしてあります。嬉しいですよね、はい、なので見せつけましょう、これから。で、今これターミナル出てきてるんですけど、これが皆さん分かんないと思うんですけど、すごいですよ、これが出てるの自体が。これラビットなんですよ、ラビットですけどターミナル組み込まれてるんですよ、ラビットの中に。分かります？すごいんですよで、今これもサーバー、こんな実装のやつなんですけど動いてます。なので、まあ、ここにつながるやつをちょっと動かしていきます。で、フライト SQL、フライト SQL、SQL っていうのを用意してます。なんで、これ使えばそれできるんですね。で、フライト SQL っていうのは、フライトっていうのの上に
作られているので、まずこうフライトのクライアントっていうのを作るんですね。で、まあ、今ローカルホストで動いているので、ローカルホストの肉肉で動いているんですよ。で、SQL クライアントっていうので、まあ、この上にあのフライト SQL ってやつを、使うっていうことをします。どこフライト、あ、確かにすごいですね、よく勉強されてる。クライアント、はい、でこれクライアントね、 SQL クライアントに、うん、何だろう、ちょっと見るとエグゼキュート、すみません、エグゼキュートすると、SQL を実行できます。で、今こうやってロングステーブっていうのが今サーバーで出ているので、まあ、これちょっと実行すると結果返ってきて、で、まあ、よくあるやつだと、あの、そのもうすぐに結果返ってくると思うんですけども、いろいろ高速化の余地があるので、まあ、これは一回、なんかこう直接返ってこないで、次にどこにアクセスすればいいかっていう情報だけが返ってきます。で、これをアクセスすると結果が返ってきて、こう今レコード数4件しか、3件か3件しかないけど、まあ、こんな感じで返ってきてちゃんと動くんですね。で、早いって言ってるので、どんだけ早いんだ、数字を見せろって思うと思うんですけども、今日は見せません。あの、ちょっともう亀が前に言ってる通り時間なくなるので、あの、見せないんですけど、少ないデータですけども早いんだなっていう気持ちで皆さん信じてくださいっていうので、まあ、こういう感じでフライトスケールっていうのは使えるように Ruby でも準備しておきました。で、実際このフライトスケールっていうその早いプロトコル、誰が喋れるのかっていうと、ドレミオっていうオープンソースのデータベースくらいしか現状喋れません。なので使えません、皆さん。で、使えないんですけど、まあ、なぜなのかというとですね、これ実は最近できたばっかりなんですよ。その今年の頭にできたばっかりで、ドレミオってやつがサポートしてるのは、ドレミオもこれの策定に関わってたから実装してるっていうだけなんですね。ですけども、あの、これから新しく SQL を喋るデータベースまたいろいろ出てくると思うんですけども、そいつらはサポートしてくるはずです。その MySQL とか Postgre とか従来からあるやつはサポートしないかもしれないですけども、あの、新しいやつは喋ってくるはずなんですね。で、なぜかというとですね、あの、新しい SQL のデータベースたちはこれ互換性が重要になるからですね。で、どうして重要かというとですね、あの、すでにデータベース使うためにやっぱクライアントのライブラリが充実してないと使いにくくて、やっぱユーザーも増えないっていうのがあるんですね。なので、その既存のプロトコルを話せるとクライアントを使い回せるんですよ。サーバー作ってる人たちがクライアントのライブラリも開発しなくていいんですね。なので既存のプロトコルを使えるようにする、クライアントがライブラリが充実してるやつを使えるようにするっていうのは、これからも増えてくる戦略だと思います。で、実際現状だとその TiDB とかは MySQL 喋りますし、Google のクラウドスパナーも Postgresql のプロトコル喋るようになってますね。で、こういう人たちはその将来 Flight SQL を喋るようになってくると思います。っていうのは、まあ、現状 Flight SQL できたばっかりなので、まだクライアント充実してないですけども、Apache Arrowのプロジェクトはここら辺力を入れていくはずなので、クライアントライブラリー近い将来充実してくるはずです。そうするとやっぱり、新しい SQL のデータベースたちは早く使いたいって思うのでサポートしてくるだろうと。で、 BI ツールとかよくプラグインとかでいろんなデータソースからデータ集められるようになってますけども、まあ、そういうところもデフォルトでフライト SQL をサポートする未来が数年後来るはずなんですね。っていうのを踏まえると、まあ、現状その生で SQL、フライト SQL っていう早いやつを Ruby で使うようにしておきましたけども、じゃあ次何すればいいかっていうのも考えられるわけです。で、何すればいいかっていうと、アクティブレコードのアダプターを作ればいいんじゃないかと思うわけですね。っていうのも、その現状 MySQL、Postgre 使ってる Rails アプリ開発してる人たちも生では触ってないわけですね。アクティブレコードなり SQL なり、そういうので、使いやすいインターフェースを上にもう一段乗せてから使ってるので、まあ、そこら辺のアダプターがあると、多分今の Ruby 使ってる人たちもデータ処理っていう観点で気づいたら使ってたっていう風になっていくと思います。なので、まあ、そういうのを作りたい人は Red Data Tools来るといいですよ。でもですね、そのみんながみんな新しい SQL のデータベース使ってるわけじゃなくて、まあ、MySQL、Postgre 使ってる人もいて、で、そこから乗り換える理由もそんなないっていう人も多いはずなんですね。で、そのために Apache Arrow の人たちはまた別のアプローチも用意してます。で、それが、ADBC という Apache Arrow Database Connectivity というやつですね。まあ、詳細はちょっと今日紹介しないので、興味ある人はこのブログの記事読んでほしい
です。でざっくり言うと、まあ、既存 の, そのフライト SQL 含めて各種データベースに接続するやつの一個上の抽象化されたレイヤーの API になります。でここが何にしようとしているかっていうと、そのアパッチアローの速さを最大限に生かすような、あの速い共通の API、クライアント側の API を提供するっていうようなやつになってます。で、まあ多分フライト SQL のバックエンドが最速にはなると思うんですけれども、他の MySQL とか Postgres と通信するときも、あの速く動く、なんかチューニングしたやつを作るはずです。で、これの Ruby バインディングも作ってます。なので、皆さん、こう、生で ADBC を使って直接クライアントとやり取りするっていうのもできるようになります。で、現状そのバックエンド、SQLite、バックエンドしかないので、ちょっとこれにつなぐ例を見せますね。で、ADBC っていうのをやって、データベースをオープンしてですね。で、コネクトして、ああ、でもオープンするときに、どれにつなぐかみたいなのを書くんですね。ADBC、はい、ドライバーの SQLite か SQLite。で、今ちょっとメモリー上のデータにするので、メモリー書くんですけど、まあ、これでデータベース開いて、接続して、SQL を投げたいんですけど、クエリで、まあ、今はセレクデータはもうテーブルないので、もう直接クエリ投げますけど、まあ、これで、なるほど、ちょっとビルドしてなかったですね。バックエンドビルドしてたらこれで動くはずでしたね。っていうので動きますと。で、これも Ruby で使えるようなのも整備してますので、あの使える状態になりかけてます。ということで、あの、Ruby 本体での速さだけ、高速化だけではちょっと扱えないような大きいデータを扱うためのアプローチとして今2個紹介しようとしてるんですけど、そのうちの1個が外部のプロセスと連携するってやつで、まあそれの、説明は一通りしたのでまとめをするってことですね。で、大きいデータを扱うときに問題なんで、まあそこら辺の技術として、フライト SQL なり ADBC なりっていうのがある。で、Ruby でも使えるようにしてるっていうのを自慢しました。自慢しました。で次のアプローチとして Ruby 本体のプロセス内で頑張るやつを紹介します。でこれは既存の Ruby の使い方とあまりやられてないやつですね。でどういう時に使うことを想定しているかというと、まあ、ローカルリモート問わずストレージ上にあるデータを直接処理する時に使います。なんで、まあ、今後 IRB なり Web アプリについてくるバッチ処理なりでこう扱う時に使えるような使い方を想定しています。で、まあ、Rubyの速度だけでは間に合わないので、まあ、もっと速い言語の助けを借りる必要があります。で、例えば、その昔からある C、C++ も速い言語ですし、最近だとラストやジュリアとかも速い言語になります。で、まあ、これらを活用するような使い方も整備しています。で、いくつか例を紹介、3つ紹介します。で、そのうちの1つ目が、アパッチアローを使う方法です。アパッチアロー、たくさんのデータ処理関連の便利な機能を提供してるんですけども、早くデータを計算するっていうのも提供しています。で、あのレッドアローっていうのがそのアパッチアローを直接使う、やつです。でちょっとそのもう少し大きめのデータを作るためにデータを用意しますね。でこれ今ロードしようとしているのが日本の郵便住所のデータ、郵便番号データですね。でこれで簡単に読めるようにしているのも、ネットデータツールの成果ですね。でこれを、もうこれがレッドデータの、レッドデータ、レッドアロー、レッドテーブル、レッドアローか、レッドアローのデータです。で、これを、例えば、東京都のデータだけ、まあ、三重とかにした方がいいと思うんですけど、ちょっと、そこまでは、やりません。で、でここに、プレクチャーで、東京都とか書くわけですね。で、これで、なんかもともとが12万件とかあったのが、まあ、4000件弱とか、まあ、こういう感じで、このくらいのデータだったら、まあ、Ruby であってもあんま変わらないんですけども、早いんですよ。早いんです。早く見えますよね。早くできるようになってます。で他にも、その、この上にデータフレームの API をつけるっていうのも、レッドデータツールの人たちがやってて、レッドアンバーですね。鈴木さんがやってるレッドアンバーもあります。で、まあ、
バックエンドが同じなので速度的には変わらないんですけども、あの使い勝手が違う感じですね。でデータフレーム、でデータフレームで、データフレームだとさっきとちょっと、違って、まずそのなんだっけプレクチャーみたいな、でこれ東京都を絞り込んだみたいな感じになるんですけど、まあそのどのレコードがマッチしてるかのこうブーリアンの配列みたいなのが入ってくるんですね。でそれを使うとこういう感じで絞り込みができるっていうような、まあ、そういうこういう使い方もできるような整備を進めてます。すごいんですよ。なんか分かってないような気がしますけどすごいんですよ、はい、でこういう感じですね。で他にも DuckDB っていうのも C++ で実装されたやつであります。でこれ SQLite の分析版と思ってもらえればいいです。組み込みで使えるようなやつですね。でそこら辺は Ruby コミッターでもある助田さんがね開発してるのでもう我々が使える状態になってます。でこれで使えるんですけどちょっと課題があります。その DuckDB と Ruby 間のデータの交換のところが早くなってるかどうかっていうところですね。で早くなってなかったら、たとえその DuckDB 内でこう早くあの計算したとしてもトータルでここで時間かかってしまうとトータルの時間遅くなので微妙だということになるんですね。でそこでアパッチアローなんですよ。でこうその高速にデータ処理するっていうのと交換するっていうのを話するって言ったんですけど、まあ、そこの交換する部分のやつの一つの例ですね。で DuckDB はそのデータをアロー形式のデータそのままコピーせずに使えるようなインターフェースなんで、まあ、渡すところはそれ使っていけるんですけども、結果受け取るところはそのアパッチアローが提供している C データインターフェースってやつを使って実現しています。これ DuckDB 固有じゃないもっと一般的な仕組みですね。でまあ、これの詳しい説明はしないんですけども、まあ、Ruby にも 3.0 だったかからメモリービューみたいなのを提供してますけど、それと同じような感じの仕組みで、あのデータを効率よく交換するような仕組みですね。で、C のストラクトを使ってどうこうみたいにするんですけど、まあ、皆さんに分かるように説明するにはちょっと時間が足りないので、分かった気にもうなってください。でこれを使うと高速に、DuckDB とやり取りができます。で実際にやってみますね。で、ロー、ダック、DB みたいなのを、これをすると、ただのダック DB が、なんとアローを喋れるようになる。ダックなのに。で、データベースをオープンして、コネクトして、クイリーで、レジスターを。この時に、アローのデータを、こう、ダック DB に渡すんですけども、これがまず早いんですよ。で、実際にクイリーですね。クイリーで、こう、コードって名前で入れたんで、まあ、これで、アウトプットアローってすると、アロー形式で返してくれる。あ、これちょっとあれだな。どうしよう。間違ったな。返ってこないじゃん。アロー、アウトプットアロー。返ってこないですね。どうしよう。これは違う偽物のターミナルが、はい、やっぱちゃんと真面目にやんないとダメですね、はい、真面目にやってないわけじゃないんですよ。ちゃんと真面目にやってるんですよ、こう見ても。で、でアウトプットフォーマットアウトプットだな。これできるのかな。いける。お、なんか、あ、そっか、こっからトゥーテーブルかな。あ、外でやっちゃったわ。あ、でもなんか動いた。まあ、これで元のデータそのまま取れますし、ここでスケールで、プレビクチャーみたいなこうやると、東京のデータだけ取れるみたいなことが、まあ、これも早くできるんですよ。わかんないと思います。早いんですね。こう C データインターフェースを使うとか、そういうのをやってるんですけど、まあ、早くなってます。っていうのができるように整備してあります。で、ちょっとまあ話は変わるんですけども、この C データインターフェースはもしかしたらウェブ上でも使えるかもしれないです。ちょっとわかんないけど、っていうのはまあ、アパッチアローのライブラリーのウェブアセンブリー対応のやつがちょいちょい頑張ろうとしてる人がいるんですね。っていうのはそのアパッチアローの実装って C++ 以外にもラストとか Go とかであるんですけども、まあ、そこら辺の実装を使ってウェブアセンブリー用にビルドしたっていうのがあるんですね。で、まあ、Ruby もウェブアセンブリー対応してますし、そこら辺でもしかしたら C データインターフェース使ってなんかできるのかもしれないですが、ようわからんです。
で、ちなみにその DuckDB も Web アセンブリー対応してるので、少なくともそこら辺でなんかうまく組み合わせるみたいなのはできるかもしれません。で、最後にちょっとラストのやり方も紹介しておきます。で、データフュージョンっていうのがラストで実装されている SQL のクエリエンジンなんですね。で、これのバインディングは2個用意してあって、1個はそのラストで直接もう Ruby のバインディングを書くアプローチのやつで、もう1個が、C の API 普通の C の API をラストのライブラリの上に作って、まあ、それの Ruby バインディングを普通に作るっていうアプローチがあります。で、私がやってるのはこの下の方の C の API のアプローチなんですね。で、なんでわざわざ C の API 経由するのかって思いますよね、思ってほしいところなんですね、ここは。で、それを理由を説明するとですね、なんか他の人たちを、他の言語の人たちを巻き込みたいから、ちょっとこのアプローチでやってます。で、C の API あると、やっぱいろんな言語のバインディング作りやすいんですよ。なので、その Go とか Java とか、その他の言語の人たちも一緒にこの C API 作るってところをメンテナンスしてくれると、Ruby 界隈だけでメンテナンスするよりいいんじゃないかと思ってやってます。で、まあ、どうやって作ってるかは今日は説明しないんですけども、こう、ラストの C バインド Gen とか Cargo C とかみたいなのを使っていろいろ整備して、普通の C のライブラリを作ってます。で、実際これも Ruby で動くようにしてあるので、見せますと、何もみんな、あ、飽きてきた？大丈夫？これ。いらない？このデモ。いる？セッションコンテキストっていうのを作るんですよ。なんでちょっとスパークっぽい感じの API になってるんですね。データフュージョン。あ、データフュージョンが違うんですね。はい。で、コンテキストで。で、ここも C データインターフェースってやつで、登録するようになってるんですね。さっきの汎用的って言ってたやつですね。で、これで、なんだろうな、セレクト SQL、SQL ですね、これは。セレクト。まあいい。で、テーブルみたいな。で、これで全件取れて、いず、はい。で、やっぱりフェアとかで普通に絞り込みもできるわけですね。よいしょ。3000件とかになるよ。というので、動くんですよ。大丈夫？みんな。聞いてる？すごいことしてんのに。で、最初にちょっと触れたんですけど、まあ、最近の、こういうデータ処理するモジュールっていうのは、まあ、ローカルのデータ扱うだけじゃなくて、リモートのデータもこう、統合的に扱えるような作りになっていることが多くて、まあ、今日紹介した3つもできるようになっています。で、例えば DuckDB だと、S3 上にある、パーティショニングされたこのパーケーファイルを読んで計算するみたいなのが、まあ、こういう感じで書けたりするんですね。で、Ruby から DuckDB 使えるようになってるとかってことは、まあ、こういう機能も Ruby から使えるようになってるってことですね。なんで、まあ、ローカル、リモート問わず、あの、ストレージ上にあるやつを Ruby でこう、扱うみたいなこともできるようになのを整備していってる感じです。で、まあ、現状、その、今見てもらった通り、割とローレベルというか、生でいろんな API 叩いてっていう状況なんですけども、まあ、もう少し使いやすい、そのアクティブレコードベースのなんかなのか、まあ、もう少しそのデータフレームなのか、わかんないですけども、まあ、もう少し使いやすいものを作っておけば、より今、皆さん、なんかあろうって何かわからないですけど、みたいな人たちもデータ処理に Ruby 使うかって気持ちになると思うんで、まあ、そこら辺も開発していきたいですね。っていうので、まあ、一通り話をしたんですけども、最後にちょっと謝辞とかを述べて終わりにしたいと思います。で、ボルトロンデータさんっていうのは、あの、海外の企業なんですけども、アパッチアローのスタートアップですね。で、そこが私のアパッチアロー、その Ruby 関連含めたアパッチアロー関連の仕事に対してお金払ってくれてるんですよ。なんで私仕事で今みたいな作業を今年からできるようになってます。で、まあ、ボルトロンデータさんとか、まあ、クリアコードとかに入ると、仕事で、今私がやってるようなやつできるので、まあ、そういうの興味ある人は、ちょっと声かけてください。あとは、レッドデータツールスのメンバーも、いろんなツール開発してくれてるので、ありがたいと思ってます。次はあなたたちですよっていうのをですね。ということで、今日は、その、いくつかのケースでは、あの、アパッチアローを使えば高速に Ruby で処理できるっていう例を紹介したので、しました。まあ、ただいろいろまだ足りないところもあるのでやることはありますっていうので、最初の方に見せたこれに戻ってくるわけですね。ということで、
ユーザーとして使いたくなったり開発者として参加したくなったら、この後私のところにこう群がってきて、僕も私もみたいなのを伝えてください。今日はありがとうございました。